鈴木ファミリー VS ゆとりペア。えいよっよよよよっよろしくお願いします。お願いします。ゆとりだなんてね。どうもゆとり世代です。どうもゆとり世代です。はい、88年です。はい、89年生まれで。なるほど。まあ、我々の世代はね、はい、苦しめられてきた。本当に大人たちによって苦しめられた、はい、もう大人ですけどねそんないや多分我々の代が中学生に上がるぐらいのタイミングで、はい、まあ、僕が中1に上がるタイミングでちょうどそのゆとり政策というものが本格化して、いわゆるその土曜日が完全に休みになるとか、ああ、まあ、今の形にある程度近くなったりとか、はい、その履修する内容がちょっと変わったりとかいうことで、はい、なんとそこからですね、名前の連想からですね、はい、頑張れないと。頑張れない。そんなことない。すごい頑張ってる。ひどい話ですね。頑張ってきたつもりなんだけどな。まあ、他の世代よりも学力が低いとか、うん、なんでそんなことを言われなあかんねんチャンネル深いチャンネルになってきましたね。でそれを僕らにぶつけるってことですかね。今日は。今日は。なんてでちょっと下になると、うん、なんか違う言い方で出てきて、うん、今やリコの世代は。Z 世代。かっこいい。なんか意味があるんですか。あ、そうです。あの、うん、X、 あの日本ではあんまり言われてないんですけど、はい、XY、X 世代、Y 世代っていうものがあっての Z 世代っていう意味合いなんですけれども、うん、あんまりそこは詳しくないですけど、僕も今初めて聞いたんですけど、まあ、Z 世代っていう言葉だけ、はい、まあ、日本では、まあ、かなり言われるようになってきたと。でもテニス界では、はい、やっぱ我々と同じゆとり世代の錦織選手がですね、はい、本当ですよ、はい、これ見たことかと頑張れないふざけるな。田プロと、ね、同世代は伊藤達磨選手と杉田祐希選手が、ね、同世代ですからね、はい、なんなら一番頑張ってる世代本当に頑張ってる牽引してますか日本テニス界を。本当そうですね。ということでよろしくお願いします。今日はその力を見せつけると、はい、あ、見せつけるのは小野田さんなんですなるほど。頑張りましょうよ。お邪魔しない、はい、じゃあこの形のダブルスで、はい、4ゲームマッチの3オールタイブレーク、はい、でタイブレークになった場合は5ポイント先取ですので、はい、もし 4-4 のタイブレークになったら1本勝負です、はいはい、その場合はもうデュースサイドになっちゃうんですよね。リサイディングで、はい、プロプロアマーマーでやる感じで、はい、リサイディングは絶対そういう風になると。しし、ね、で普通のゲームの時はあのセミアドバンテージということで、リサイディングは、はい、プロプロ、はい、アマーマーで、アマーマーで、はい、分かりました、はいはい、アマの差も結構ありますけどねセミプラスけどねはい、じゃあ行きましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。コートの中にゆとりはないですからねわー、入ってます、ナイス。おー、入った。見てる量だけ多いね。おー、ナイスショット。レッツゴーゆとり。うわー、我々が虐げられてきたのは、はい、この日のためです。なるほど。この Z 世代を、Z 世代を打ち負かすため。打ち負かすという、はい、いや我々世代、これ僕本当熱くなっちゃうんですよ。もう我々世代はですね、あの就職するときはですね、まあ、リーマンショックからの、あ、まあ、あの大震災とですね、ダブルパンチでですね、史上最悪の就職氷河期と言われ、でなんかあの高校卒業するときにはですね、なんか履修漏れ問題みたいなものが起こったりして、あの授業がなんか急に増やされたりとかもうあのでなんかあの相対評価だの絶対評価だのもう過渡期過渡期で国会に振り回されて文科省にですね大きく文句を言いたいぐらいの世代でございますがあのすいません、テニスチャンネルでよろしかったですか大丈夫ですよね、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。頑張ります。ちょっと私からしたらリベンジなんですよね、今日は。あの前、清水ファミリーとやった時に、うんうん、結構コメント欄で言われてて、うん、リベちゃんが動け、まあ、でもだって、清水ファミリーって2人ともプロ、2人とも全日本チャンピオンだよ。はい、うん。で、ちょっと私がどんどん端に寄っちゃったんで、うん、行けるとこはちょっと頑張って打ちに行けます。いやいや、全然そんなに、多分これ僕のせいでもあると思うんで、せいっていうのはやっぱり僕はやっぱりコートの中で常にこう何ですか、強く見せたいっていう、見せるべきだと僕は思うし、で男である以上やっぱこうね強く見せて、それでポイント取れるなって思うところがパートナーがちょっとそれにちょっと構えちゃうんで、うん、もうそれはもうファミリーということでしっかり行きましょう。頑張ります。はい、頑張ります。サーブ2人とも、いや、サーブいい、うん、ちょっと
ちょっとねスピードを気をつけないと、当たったら死ぬんじゃないかなっていうぐらいのスピードでしたよ、うんうん、今日バックサイドあるでしょ。あ、今日バックサイドで、うん、多分そこでストレッチしてる小野田プロに多分当たっちゃうから、何回か直撃しちゃうから当てかけてるんだ私、危ない。OK 行きましょう、頑張りましょう。スムースでアップね、はい、ゴールドスムースで、はい、お願いします。 OK、 このラケットだけがゴールドなんです。あ、そうなんですよ、これ珍しくゴールド。佐久間さんが持ってるやつ、このモデルがってこと？このモデルが、モデルがゴールドなの。このモデルゴールド。佐久間仕様かと思いました。さすがにゴールド塗ったわけじゃないよ。これもう正規品でゴールド。ゴールドです。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。お願いします。します。テニスプレーヤーを支えるザムスト。ザムストはさまざまな部位のサポート、ケア用品を展開しています。あの寒さもあっていつも通りには動けないから先に言うとく。寒いとね、鈴木貴夫の戦闘能力はダウンするんで、あの雪国育ちなんですけど、基本あのダメです。寒いとこう、寒いと丸々タイプなんで、あのいわゆる 家猫がこうちょっとこたつに入っちゃうみたいな感じになるんで、あんま期待しないでください。うん、その中でもあのテクニックとね、その予測はしっかり使いますんで、いきましょう。はい、あの平行陣されるじゃないですか、はい、なんですけどリコは平行陣が結構嫌なんで、なるほど、なんでリコの裏が常に開くんですよ。なるほど。なんで、で私はそんなことはできないので、よし、かませばいいですね。僕が健さんの狙い目としたら、まあ、リコの後ろで、ね、でロブもやっぱ背もあんまないし、後ろ取れる範囲がないんで、高尾さんがそこのカバーにシックハックして敗戦するパターンが一番多いです、これまでの戦い。よし、わかりました。僕はただただコートの中にやろうと思います。僕もちょっとミスをしないように頑張ります。お願いします。はい、お願いします。よし、お願いします。お願いします。よし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 よコートの中にゆとりはないですからね。厳しい、虐げてきた世代ですよ。あの世代に、あの世代に、あの世代に何個バカにされたのか。よし、はい、はい、うん、わあ、はい、入ってます。ナイスショット。いや、いい、ナイスショット、ナイスショット、しょうがない、しょうがない。しゃ、ゆとりロブ、ゆとりロブ、空間にゆとりを、空間に。よし、あらららら、アウトです。ごめんなさい。作戦の作戦はああいう感じでいいですね。あれ、あの、okay。 まあ、俺が作戦を言うのもちょっと 変な話ですね。いやいやいや、熟知されてるんで。熟よし、行こう。ラスト、はい、セカンドいきます。セカンドなしでいいです、そのままで。お願いします。おお、あもう狙い。オッケーオッケー、すいません、怪しいショット。いやいや、オッケーオッケー。ナイスコース。佐久間さん、僕の方全然見てないもんね。絶対来ると思いました。よし、行きます。はい、よっしゃ、行くわ。アウトですよ。うわー、ダメだ。OK、 じゃあセンター行くからスイッチ、はい、スイッチしよう。はい、OK。 あーだだだだだ、ナイスプレッシャー、ナイスナイス。うわー、今のコースがえぐい。よし、張っても取れないな。なんとかまあねじ込んで、ねじ込んで。いや、でもいいゲームだったと思います。今のは、はい。よし、まだ温まりきてないと思う。そうですね、これからこれから、はい、よし。すいません、ありがとうございます。今日はね、ちょっと僕がデュースサイドでね、アドサイドで行くんで、はい、前それでよかったんです。そうそう、フォアが振り遅れても、あとね、俺も楽なの。あ、本当ですか。やっぱあの経験値はこっちが圧倒的に多いから。
ただあの方サーブ早いからリブちゃんちょっとねちょっと後ろめにいた方がいい。うんそう、うん、あのなぜかっていうとやっぱセンター来たら振り遅れる可能性あるからそうもう無理、俺は無理に打ちにはいかないけどね、はい、無理しない。わかりました。心にゆとり作戦心にゆとり作戦僕もゆとりを持ちつつ、はい、ちょっと頑張る感じで、はいはいはい、じゃあ佐久間さんあれコース出してもらっていいですか。サーブのコースわかりました、はい、わかりました、わかりました。これで、はいはい、よし初めてです01はい、じゃあ、そうそうそう、どうぞ。わあ、高い。いや、少し前でいいよ。よし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 。ごめんなさい、甘かった。すいません。いやいや、前入られてる。すいません、いや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 。ちょっと、リコちゃんは。ちっちっちミニなんですけど、ボディってどう出せばいいんですか。中指。あ、中指。はい、立ててもらってます。はい。わかりました。わかりました。ちょっと落とし目でいきます、はいはい、サーブ、はいはい、コースお願いします、はい、難しいっす。はい、はい、いやー、巻いた。よし、ナイスナイスナイス。ちょっと特殊な打ち方をちょっとどっちで打つのかなみたいな今難しいボールだったね顔で読まないと。あ、わ、入ってます。ナイス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 。佐久間さんボディアイデア、ボディアイデア、すごいすごい素晴らしい見てる量だけ多いねよっしゃ、行こう。サイン出せば打ってくれるからねそうそうそう、これ楽しいですね。そうそう、オッケー。あ、よしよしよし、ナイスキャッチ、ナイスサインよし、すごいサインのところに完璧に完璧な球種で入りますねOK です。よし、もう一本。はい、ナイスサイン。よし、カモン、ナイスサイン、ナイスサイン。いいミックスですね、佐久間さんね。さすが、完璧な配球ですね。配球がいい、配球がさすがですね。さすがですね。よし。ここは一個は結構スライスにサブいいです。上司にしては。はい。切れるサブ持ってます。オッケーです。わかりました。本当にサーブに合わせなきゃいけないから。ポルト？ジャストです。ジャストです。うん、ポルト。ジャスト。あれか。おー、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、すげーピンポイントで。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。そこは佐久間さんしかない。佐久間さんしかいない。正解です。はい、そこを狙ってくるな。展開する気がない。すぐぶつけに来る。おっ、出た。ナイスアタック、ナイスアタック。すいません。ちょっとナイストライ。ネットの半分より下でしたか。いやいやいや。その気持ちが大事です。見せつけましょう。ネット。ネット。ネット。ごめんなさい。じゃあボディにします。OK。はい。あ、やった。甘い、よいよ、よいよ、ナイスナイスね、そっちですよね。俺を避けすぎてる、あれね、佐久間さんがね、ナイスナイス、よしよし、怖え、ありがとうございます。
はい、やっぱ、ね、プロはね逃げるのも早い。ちょっともう察知してるもんね。当てられると思って。40ラブの高尾さんのあのサインは絶対に一番得意なところを打たせるって思ったんですよ。分かったんですか。じゃああのそのリコにそのだからもう分かった。なんでワイドのフラットに来ると思ったんですけど、それでも変えない。変えない。それでも変えられないと思ったからやったんだ。よし。一個乗り切れば。そうです。いやここ頑張りましょう。はい、サーブはお任せします。はい、コース。はい、はい、そうです。ね、狙えないので。頑張ります。ちょっと結構リコちゃんがだいぶガチなんで。そうですね。ちょっとこっち気合い入れていきます。ここをブレイクしてキープするっていうのが理想。はい、うん、でもそれはできなくても全然。ね、ケン君が結構、はい、あのリーチもあるけど、はい、あんまり気にしない方がいい。俺も気にしないで。うん。わかりました。しっかりし、ま、守りをしっかり固めましょう。はい、うん、あ、逃げとる逃げとる。ごめんなさい、ちょっとプレッシャーかかってないな、前が。はい、すいません。ヘナチョコサーブでしたね。よし、一本。はい、よし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 、プレッシャープレッシャー、いいよ、ナイスリターン、ナイスリターン。あ、すいません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 。はい、もう一回いきます。いっぱいか、いっぱいか、大きいよ。はい、下入れていくよ。はい、フォルトです。ドハン、ドハン、ドハン、すいません。いやいやいや、ちょっと1本、まず1本取りましょう。はい、はいはい、よし、1本1本、大丈夫大丈夫。いやいや、ちょっと高尾さんのプレッシャー半端ないから、こうやられた時に。あ、すいません、もうチャンネルやってかなり経つんで、もっと早く気づいてもらいます、こう来られるともう打つ場所が全く見えてこないんですよ。いいよ、リコちゃんちょっと真似しちゃって。よいしょ、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 ナイスサーブ、ありがとうございます。ファーストっすね。よいしょ、オッケーオッケー、一本一本、ナイスサーブ、もう一本、よいしょ、一本、はい、どこでも大丈夫です。よし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 、来ると思ってたけど、もうストレート足元と思わなかった。ちょっと当たってなかった、申し訳ない。よし、ごめんなさい。いや、すいません、お願いします。得意のアイフォーメーション行こう。あ、練習したんで。オッケー、じゃあ、はい、前でかがんでもらって、どっちに動きたい？フォワードボレス。オッケー、じゃあ右ね、はい、あんまり早くだけ動きすぎないで。わかりました。オッケー、体行きます。はい、ちょっとさっきワンちゃん行けそうだった。そう、そうですね。ちょっとあんまり先に展開しようとせずに真ん中狙って、どっちが取れるような形にもやっていこうかな。迷わすで、チャンス来たらちょっと上狙うような感じで、はい、いきます。はい、アウトです、アウトです。あー、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、いいです、すいません。触ってくれなかったか。もう結構組み込んでるんですね。あ、なるほど。熟練度が高いですね、あのペア。もうカメラの前で7試合ぐらいやってます。マジか。マジか。よっ。じゃあ。おお、ナイスオフ。やると思った、すいません。よしよし。ひるまない、ひるまない。センターでもう一回右動いて。はい。あ、浮いてる、あらら、上げた、よし、行きます。おい、ナイス、ナイス、ナイス、すいません、僕でした。そうそうそう、ひるまない、ひるまない、大事。あー、ごめんなさい。いや、すいません、ここが、ここがすいません、出る前だった。ごめんなさい、任せてしまった。ここ一本、はい、しのいでもらって、はい、次頑張ります。
でかいぞこれは。オッケーオッケー。ほらほら完璧にごっつぁんボレーを締め切る姿がちょっとイメージしてしまった。ネット近かったからね。ちょっとオーバーネットも気をつけないように。都合ゆとり。いいです。都合ゆとり。土壇場で頑張れますから我々。この時のために。この時のために。惜しい。いすごいちらついた。どんまい。すいません。いやいや、OK です。次取ればいいんですか。次取れば大丈夫。とっさ、とっさ手が出ました。ギリギリ。もう終わらせに行くんで、はい、センター行きます。はい。ポルト。残念。かっこよく終われそうだったのに。よし、いかん。よいしょ。よいしょ。ダメだな。泣いちゃった。これだ。これだ。しょうがないしょうがない。もうラインの外側でしょ。ゆとりマジック。ゆとりマジック。ゆとりショット。振り遅れじゃないですよね。振り遅れじゃない。オッケー、デュースね。はい。ワイド行くんでスイッチしよう。はい。オッケー。強気でね。強気。ギリギリまで待ってよ。アウトです。ありがとうございます。まあなんとなく読まれてるけども、うん、でもね、リターンミスさせることの目的だから、はい、もう一度奇跡を、もう一度もう一度立川の奇跡を打つとね、ちょっとね、やっぱあれなんでセンターです。はい、終わらせに行きます。よし、おっ、危ない危ない。佐久間さんから一言も聞こえないけど大丈夫。見えないっす。ホルトっぽくないな。ホルト、これですね、うん、だよね。はい、あとあります、うん、ホルトです。次は佐久間さん言ってくれるかなと思った。あの当たった感触でホルトって全然問題ないです。はい、見えないです。じゃあこっちからデュースサイドか。お願いします。いやいやいや、お願いします。なんで、じゃあなんかあの遠慮してるけど、じゃあ、うん、これもうメンタルトレーニングだと思って。はい、OK、いいよ。じゃあ、うん、フォワードボール打ちたいんで、うん、センターで右に行きます。 OK、了解。動くタイミングで気をつけて。はい、え、あ、普通で行きます。通常で、うん、よいしょ。甘かった。ごめんなさい。フレームやん。フレーム、フレーム。はい、すみません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの結果、4対1で鈴木ファミリーの勝利です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、まあ、最後はね、ちょっとフレームショットからのフレームになっちゃいましたけどね、最後はね。はい、まあね、でも、まあ、我々あんまり、ね、競争を強いられてないですよね。そうですよね。データ平和を、そうです、平和を、ちょっとちゃんと思いしたい、ね、あの女プロがサーブの時すごい楽しそうにサイン出してましたよ、ね、で思い通りに打ってくれるもんだから、もうね、すげえ、もう振り返った時にこやか、すげえにこやかでした。すごいですよ、あのキャッチャーの気分でした、ね、プロの、ね、ピッチャー相手にね、出したところにちゃんと出したところで、なんでそのどっちが相手がどう考えてるかなだけを考える、うん、なるほど。そうだからね、なんかこうやっぱり結構最近お付き合いが長いので、はい、なんとなくね、僕のことをね、嫌がるところの組み立てをしてバッチリハマってました、ね、いや、そうハマってた。しかもあのもう自分のところに帰ってくることは全く気にしてない。
まあでもね、まあでも我々もね、小学校の時から、はい、あの評定の、はい、あの5段階評価とか3段階評価廃止されて、うん、そうですね、そうですね、相対評価じゃなくなって、そうですね、はい、でもうね、あのよくできましたとか、うん、できましたとかっていう評価に変わった世代ですから、みんな花丸、そうですね、みんな花丸、みんな花丸、みんな100点みたいな、でスコア関係ないと、そうです、今日のスコアは、はい、もうあの順位の張り出しもなくなりましたから、これ結果消されちゃうのかな、正解今日なんさ。あのゆこちゃんがちょっとね、はい、スマッシュ最初うまくいかなかったけど、でも僕はもう、もう一回って言って、はい、あの上がった時に、はい、打ったのはあれは、もうこんなひるんじゃダメと、はい、誰でも絶対ミス、はい、テニスはするし、はい、特にミックスやってたりすると、はい、あの女性の方が狙われたり、プロ同士でもさ、やっぱり例えばボレーが苦手な方に絶対打つじゃない、ます、あのリターンだって苦手な方に絶対集めるから、そこをなんとかこうなんていうかな、覆すやっぱ精神力っていうのは大事だと思うんで、最後 の、 あのパターンもアイフォーメーションうまくいかなかったけど最後決めさせました、イゴちゃんにあえてね、それは、はい、あのね、この組はやっぱり企画としては多いわけじゃないですか、はい、でそうするとやっぱりみんなそれなりに見て入ってくるから、はい、絶対リコの上、リコの上って全員いますよね。そうでもね、最後優しかった、ちょっとちょっとポイント欲しくなったし、もうサーブもね、ちょっとこう加減してね、はい、優しかったです、はい、まあ、次回はもう、あの、はい、もう、はい、遠慮しなくていいです、わかりました、よっしゃ頑張ろう、次はということで、最後小野田、小野田シングルス対決を前に今日はこちらで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。スポーツサポーターメーカーのザムストさんの今日はですね、フットクラフトインソールについてご紹介していきたいと思いますが、はい、まあ、スタティでも今年入ってからですね、多く数多く紹介してきた商品ですが、はい、やっぱりそのインソールをちょっと変えるというのは、はい、まあ、やっぱり効果的ですよね。急に履いてじゃあすぐ同じプレーができるかっていうのはなかなかやっぱりできないんで、うん、まあ、プロは、ね、自分のカスタマイズのやつを作るんですけど、一般の人はなかなかそれができないっていうのが現状だと思います、うん。アプロは使用してみていかがですか。はい、やっぱ自分に合ったものを、選んでいただいたので、例えばシューズのモデルが変わってもインソールが同じであれば、できる限りこう同じ感覚で、まあ、モデルが変わったシューズを履いてるっていうことなのでいいと思います。はい、疲労感とかっていうのはやっぱ変わってきますか。いや、だいぶ変わりますよね、うん、この反発で戻ってくる力のことも考えると、やっぱ馴染んでるものがちゃんとあった方がグリップもちゃんと効きますし、やっぱりすんなり入れるっていうのが一番 の、 あの特徴だと思いますね、はい、このザムストさんのフットクラフトなんですけど、やっぱ最大の特徴は土踏まずのアーチと言われる部分が、はい、まあ、人それぞれ違っていて、はい、まあ、それをまあ3つに分けて販売しているというところがまあ最大の特徴で、うん、まあ、いわゆるその3種類の中からあったものを選ぶので、まあ、セミオーダー的な感覚、はい、うん、で、まあ、皆さん、あの自分は何タイプなんだって分からないということなので、うん、自宅でですね、簡単に測れる方法がありますので、今日はそれをちょっとご紹介しようと思います。用意するものはですね、新聞と、はい、あと濡らしたハンカチですね、はい、ハンカチと、うん、紐、まあ、これ何でもいいという方です、はい、でまずこの新聞紙の上にですね、この濡れたハンカチを引きます、はい、このですね、引きます、うん、でこれで、さあじゃあ小野さんちょっと素足を乗せて右で、はい、で、乗せてギューッと、うん、うわ、濡れてる普通にこう、はい、まっすぐ、はい、まっすぐ、はい、はい、で取っていただいてというところで、あー、そうですね、すごい、素晴らしい、素晴らしい。じゃあ高尾さんも、はい、僕もじゃあ、はい、右で、はい、自然な感じで、はい、はい、かな、ですかね、はい、あと、はい、高尾さんと大野さん、足の肩が取れました。可愛いね、はい、本当ね。ところで、綺麗に取れるね。うん、一番かかとの先端のところと一番土踏まずでへこんでいるところをつないで、つないで、はい、で、どの位置に行ったか、まあ、小野さんはこの中指のあたりに行っていますと、うん、あ、このゾーンに入っているところで、ミドルタイプなのか、うん、ロータイプなのか、うん、ハイタイプなのかっていうのを、判別して、まあ、測っていくと、うん、
というところで、まあ、大野さんは何タイプ、高尾さんは何タイプというので、はい、こういった形でも測って、なるほど、なるほど、簡単ですね、はい、いいですね、新聞紙と、はい、そうですね、新聞の濡れたハンカチ、濡れたタオルだとちょっと厚すぎるのかな、そうですね、ハンカチを、うん、あのザムストさんはおすすめ、はい、おすすめしておりましたが、うん、そういった形で、まあ、あのまあ、こういった、まあ、簡単に手に入るもので、はい、できるということなので、うん、ぜひですね、これで、自分のアーチの形をですね、調べていただいて、はい、ぜひあのインソール試していただけるといいのではないでしょうか、はい、概要欄の方にですね、情報の方を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。オンラインテニススクール、チームスタテニ。チームスタテニでは、ここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。だけじゃない。必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。